英語学習でモチベーションが上がらない人の特徴、ぼんやりとした目標じゃ何していいか分かんないじゃないですか。見えないでただただ闇雲に勉強してる。さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、英語学習でモチベーションが上がらない人の特徴といってですね、はい、その特徴と、どういう風にしたらいいのかっていうね、対策について話していこうかなと思います。まあ今ね、学校で教えたりとか、あとは一人一人のね、面倒を見ることがすごく増えてきたんで、ああ、そうか、こういうところでつまずくんだなっていうのをね、見ることができるようになって、まあ自分自身もすごく勉強になっているんですが、やっぱりね、モチベーションが上がらない人多いよね。やる気が起きないっていう人多いんです。それはまあね、大学受験でもそうだし、もう受験なんてさ、迫ってきてるわけじゃないですか。なのにやる気が出ない。トイックだってそうですね。トフルとかね、IELTS とかも見たりするんですけど、英検もそうですね。やる気が出ないんですよって人すごく多いんで。で、まあそういう人たちを見てて分かった特徴を話したいと思いますね。それでは行きましょう。まず1個目なんですけど、はっきりとした目標がない。もうこれがすごくでかいですよね。まあ大学受験だと例えばすごく多いのが、とりあえずマーチに行きたいんです。そんなむちゃくちゃなぼんやーりとした目標じゃ何していいかわかんないじゃないですか。どんだけね、大学学部あると思ってるんですか。そんなんじゃ無理よ。出題形式違うし、やんなきゃいけない教科だって違ったりするわけじゃないですか。そんなぼんやりとしたね、目標じゃダメです。トイック、とりあえず高得点取りたいんです。高得点取りたいんじゃ分かんないよ。何点ダイエルス、トフルで、はい、留学に何点が必要とかね。大学決めてないんですけど、それじゃダメです。とりあえず取りたいじゃダメ。はっきりとした目標を立ててください。じゃないと、やる気になるのって難しいですよ。どこ目指していいか分かんないわけでしょ。それはそうです。まずはだから、きちんと目標を立てることっていうのが大事です。続いては、まあ、これもすごく多いです。目標が高すぎる。もうね、すごく大変なんですよ。いろいろとね、個別で、ね、面談したりするんですけど、目標は高い方がいいとはよく言いますよね。それはそうなんですよ。まあ、例えばよく例に挙げるとして、マーチに行きたいですって言っても、マーチレベルの勉強してたら届かない人がほとんどですね。だから、総計レベルの勉強までして、で、マーチを超えるっていう。それ、OK です。非常にいいことだと思いますね。自分の目標するね、大学よりも上のレベルの問題を解いていくっていうのも、もちろん OK。なんですが、もうかけ離れすぎてる人、まあ、多いのはやっぱ東大に入りたいです。いや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 、そのレベルじゃ無理だよ。高すぎちゃって全然それじゃ届かないよ。そういう時にモチベーション上がると思います？無理ですね。当たり前ですけど、トイック満点目指します。いや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 、中学校レベルなのに、英語のレベルがなのにトイック900点とか、いきなり高すぎる目標を立てちゃうもね、無理なんですよ。医学部のここ行きたいとかさ、いやいやそのレベルで全然無理よみたいなのってあるわけです。で、積み重ねていかなきゃ無理じゃないですか。でもここばっか目指しちゃってね、ここの自分がやらなきゃいけない、今やんなきゃいけないっていうところを全然ちゃんとやれないって人ね。だからモチベーション上がんないよ。それ当たり前ですけど、届かないものに頑張ってやろうと思います。俺は絶対広瀬すずと結婚するんだとかって言って頑張る？無理でしょ。で、同じように目標を立てたとしても、その目標のレベルが分かってない人、まあこれいっぱいいるわけですよ。まあだからよくね、トイックも言ってんねんけど中国人だみたいなね、そういうゴミみたいなコメント来るわけですけど、その人たちは、まあ、トイック満点っていうのがどんだけ大変か分かってないわけです、うん、そのゴール地点が分かんないから、だからそういう風に言ってるわけです。で、目標を立ててる人たちもそうです。そのゴール地点が分かんないので、だからやる気になんないんですよ。早稲田とか慶応とかね、東大とかっていうのもそうなんですよ。そのゴール地点が一体どのぐらいのね、高さのところにあるのか分かんない。で、だから僕らは分かるわけですよね。ここのレベルでやると。で、今あなたがこのぐらいで、超えていかなきゃいけない段階はこれですよとかっていうのが見えてるんですけど、そう、それ見えないで、ただただ闇雲に勉強してる。そりゃ、やる気起きないですよ。で、これが次のにつながるんですけど、ここの到達地点が、その道筋が見えてない。まあ、これがやっぱり大きいかな。一番大きいと自分自身は思ってます。で、入試に向けて勉強してる人たち、どうやって歩いていったらいいか分かんない。そうですね、だからいつも言うんです、霧の中を歩いてるみたいなもんだって言うんですよ。本当に多い。霧の中をただただどうやっていけばいいんだろう、まあとにかくなんか勉強してりゃいいんだよな、参考書やってりゃいいんだよな、授業受けてりゃいいんだよなとかっていう風に歩いてる人が多すぎる。マジで多すぎる。だから到達地点も見えてなければ、そこまでの道筋も全然見えてない。だからこのルートっていうのがあるじゃないですか。参考書ルートっていう言葉がガッ
というふうにね、みんなが使うようになったっていうのはすごくわかりやすい。道筋みんながわかんないんだったら、その道筋見えてあげるようにしますよっていうことなわけじゃないですか。で、トイック900点まで行く、じゃあどういう道筋でこう辿っていかなきゃいけないんだっていうのがあるわけです。これがやっぱりわかんないから、やっぱ闇雲にやってる。ただただ参考書回せばいいやとか、ただただ終わらせばいいや、ただただこっからここまでのこの授業を取ればいいやになっちゃってる人多すぎ。で、こっちはだから道筋が見えてるから、あ、このぐらいのレベルなんだ、じゃあこれやってこれやってこれやってって言うんですけど、わかんないから、じゃあまずはこの参考書からつって、この参考書やったら一体何ができるのかわかんないけど、指導者側はわかってても、やってる側は不明だ。そういう状況が起こってるとモチベーションは上がんないですね。当たり前ですけど、これやったら一体自分はどう変われるんだろう、一体何ができるようになるんだろうっていうのをわかんないままやっちゃってるので、やっぱ高校とかで授業してて全然見えてないから、まあいっぱい自分の授業って伏線回収みたいな感じでやっていくんで、これができるようになったらこれができるようになるよ、これができるようになったらこれができるようになるよっていうので見せていくように作るんですね。作るというか勝手になるんですよ。そのめちゃくちゃ大事な基礎をいっぱい教えるんで、そうすると後々いろんな問題解いてったら絶対どれかは出てくるんですよ。で、伏線回収みたいになってくんですけど、そういう風に道筋をちゃんと作ってるっていうのが分かると、やっぱね、上位層にはすごい刺さるんですね。上位層はなるほど、ここに達成するためね、慶応とか早稲田とかに達成するためにこれが必要なのか、難関国立に達成するのはこれが必要なのかって言って、めちゃくちゃわーってなるんですけど、下のクラスはね、全く分かんないので、もうただただうろ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 してる人たちなので、だからすごさが伝わらないこれが一体どのように役立つかが分かんない。道筋が見えてないから、目標の到達地点がどんなとこだかも分かってないので、だから刺さんないんですよね。それがね、やっぱね、かわいそう。頑張れとか面白い話してわーって言ってモチベーション上げるとかっていうのはできるんですけど、もうそれじゃ意味がないんだよね。合格しなきゃいけないんで、合格のその道筋っていうのを見せるんですけど、やっぱり基礎がないとね、その道筋って分かってもらえないんだよね。だから目標がどれぐらい難しいか、自分がどの地点にいるのかっていうのを知るのが難しいんですよ。じゃあどうしなきゃいけないんだってことなんですけど、それは達成感っていうのを味わっていかなきゃいけないですね。それぞれの段階で、ここの段階まで来たって言ったら、まあね、この小テスト作ってもらったりとかいうのがあって、その小テストやって突破していって達成感を味わっていく。あ、ここまあまあね、竹田塾だったら確認テストがありますけど、そういう風にやっていく。で、それぞれの、まあ、このレベルまで来たら参考書の問題をランダムでやってみて、それでも全部解けた、よしできた、回答の根拠を説明できるか、あ、全部できたよっていう風にそのチェックしていって、段階段階で達成感を味わっていかなきゃ無理なんですよね。この目標までのところで達成感なんて無理ですね。この間のモチベーションが大事なわけで、それ合格したらもう達成感はありますけどね、目標点突破したら達成感はあるんだけど、まずはここの段階でね、味わわなきゃいけないわけですよ。正答率これぐらい取れたよとか、トイックでもね、このパートで何問正解できたとかっていう、そういうのを味わっていかなきゃいけない。まあ模試なんていうのもそのためにあるわけですよ。自分のだからペースメーカーとしてやりなさいとかってよく言ったりするわけですよ。大学受験だったら普通にね、模試受けに行くじゃないですか。それによっていろいろな達成感だったりとかね、自分が直さなきゃいけないところが分かったりするし、トイックでもね、模試本があるじゃないですか。それでどれぐらい取れるかとかってやったりして、やっぱり小さなこの達成感っていうのをね、味わって続けていかないといけない。で、まあそういう時にやっぱ指導者がいた方がいいんですよね。そうすることによって、こうだよここだよっていう、それぞれのこうね、道筋っていうのをね、見せてもらえると一番理想です。これがないとなかなかモチベーションね、保つの大変だと思います。で、最後にこれもすごく感じるのが、勉強する環境になってない人、これ多いなって思ってて、やっぱ携帯ずっといじっちゃってる人、自習室来ても携帯いじっちゃってるとか、それじゃダメでしょうってね、まあ携帯預けるとかっていう塾もあったりすると思いますし、家でもね、家のポストに入れますとか、ね、埋めますみたいなね、人いるぐらいですから、そう、だからとにかくスマホから離れるようにするとか、テレビ、漫画、そういったものの誘惑に負けないようにする、友達がいる、ね、喋っちゃうとか、そういう状況ね、自習室来てもすぐに誰かと喋っちゃう、それじゃダメですよね。全然勉強する空間を作るっていうのが非常に大事になるわけですよ、はい、これやってない人多いですよ。勉強できる空間、すぐ寝ちゃうとかさ、いるじゃないですか。すぐ立ち歩いちゃうとかね、それじゃダメなんですよ、ね、自分がちゃんと集中できる空間、ね、どこでなら集中できるの、どういう状況なら集中できるのかっていうのを知っとくっていうのが大事です。自分はそのここだったら集中できるとかっていうのがあったんで、だから家の場合だと、まあ家が多かったんですけど、自分の場合はゲームしちゃうから、ゲームはもうね、捨てるというかあげましたし、テレビはしまうとかね、やったりしてましたから、そういうことやんないとダメです。自分がちゃんと勉強できる環境を作り出すっていうのを心がけてください。まあもちろんね、まだまだいっぱいあると思いますし、ね、他の人と比べられて負けちゃっててとかね、成績が伸びなくて
とかっていうのはよくあることだと思います。ただその成績が伸びないっていう理由としてモチベーションが上がらないっていうのはすごくあって、それがまあね、負のサイクルとしてね、ビシャスサイクルとしてね、こうぐるぐる回っちゃうっていうのもあったりするんですけど、そう、まずはやっぱりね、目標をちゃんとあって、到達点がどこなのかが分かって、それまでの道筋が分かって、段階段階で達成感を味わえるようにしていくっていうのが大事です。まあそういった意味ではやっぱ誰か指導者がいた方が、そのね、それぞれの目標とその段階の目標っていうのをね、見せてくれる人がいることがおすすめですということでした。はい、ぜひね、まあまあ独学でやってる方もね、情報を頼りでそういったことができるようにしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、どう思いますか？皆さんコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.